ウィリアム・ショート・ウィリアム・ショートはアメリカ合衆国の外交官。ウィリアム・ショートは1 7ショートは7 9年にウィリアム・アンド・メアリー大学を卒業した。ショートは1783年にバージニア州知事諮問委員会のメンバーとなった。ショートは1784年にトマス・ジェファーソンの施設秘書となった。ショートは1785年に中フランス講師と、 なったジェファーソンに随行してフランスに渡った。ショートはフランスのパリ公使館において初期官を務めた。1789年9月26日にジェファーソンが公使を退任するとジョージ・ワシントン大統領はショートを代理公使として任命した。続いて、ワシントン大統領は1790年4月20日にショートを全権公使として任命し、 ジェファーソンの正式な公認とした。ショートは1790年6月14日に新任状を法定して着任した。ショートは1792年5月15日まで中フランス公使を務めた。ショートはフランスにおいてフランス革命の経過などをアメリカ本国に報告した。ショートは1792年1月16日に中オランダ弁理公使として任命を受けた。 ショートは1792年6月18日に新人状を法定して着任した。ショートは1792年12月19日まで中オランダ講師を務めた。ショートはオランダにおいてハーグに居住した。ショートは中スペイン大事講師、ウィリアム・カーマイケルと共にスペインとの外交交渉を行った。交渉の主題はスペイン両フロリダの境界線。 アメリカのミシシッピ川高校圏、その他の通称課題に関してであった。ショートは1794年5月28日に中スペイン弁理講師として任命を受けた。ショートは1794年9月7日に新任状を法定して着任した。ショートは中スペイン講師を1795年11月1日まで務めた。ショートはスペインにおいて マドリッドに居住した。ショートはスペインとの外交交渉を継続し、1795年10月27日にピンクニー条約の締結を行った。ショートは1796年にアメリカに帰国したが、その後もスペインとの歴史的問題についての解決に寄与した。ショートは1849年12月5日にペンシルベニア州フィラデルフィアで死去した。 ありがとうございます。